さんおはようございます。シャトーエンのシャタです。今日はですね、目の前に、広がる壮大な雑草畑の耕す作業をやっていきたいと思います。そこで、登場するのがウィーンガシャン、こちらです。遺跡の最新鋭トラクターですね。名前はペリー君と言います。じゃあ前からちょっと説明していきますね。見てください。もうダーンとこの迫力、わかります？無駄なものは完全に取っ払っちゃって電球むき出しですね。最新鋭ですね。この辺の隙間とかも最高ですね。で、こっちですね、タイヤです。前輪タイヤです。はい。それから、ですね、後輪ですね。はい。その前にこれですね、メインのキーですね。はい。で、後輪ですね。でこちらが、実際、畑を耕すですね、ここですね、ロータリーが、はい、これついてます。これは刃がぐるっと回って、畑を耕します。で今上に上げてる状態ですね。はい。でこれですね、これコロコロついてますね。はい、重要です。でこちらも後輪です。あ、これですね、8318ですね、野菜屋です。こちら要チェックですよ。はい、要チェックです。でこうですね、こちら一応ウィンカーと、あれなんだこれ、あ、ちょっとこれ僕の今月のお給料ですね。こんなところに置かれ、まあでもちょっと中見てみます。興味あります？今月のお給料ですね。ラリ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 ラ、おわ、1万円も入ってますね。やっていけるかな。まあでもこれはちょっと、はい、いただいておきますね。で、あ、ここですね、ちょっと、こっち、これメインのギアですね。メインギアバック R ですね。 R と1,2,3 ってなってますね。でこっちサブのギアですね。 1,2,3,4 ってなってますね。でちょっとあっち側なんですけど、はい、ということで PTO チェンジ、これ先ほど後ろについたロータリーの速さ、速度ですね。今ニュートラル入ってますね。1が一番遅くて2,3ですね。でこれがそのロータリーの高さ、今上にこう上がってますので、こういう風に一番高い位置で、これを1にするとですね、今からやりますけど、1にするとこう落っこちますね。はい。で速さです。で、これか、ここも説明しておきましょう。これアクセルですね。でこれブレーキで、こうちょっと服があるんですけど、これ外すと、これ右のこちらですね、右の後輪の、ブレーキで、逆に左側がこっちですね。でこれ見えますか、見えてますかね。これがクラッチですね。車と一緒です、クラッチですね。でですね、でここにあるのが燃料注入口ですね。だいたいこんなところですかね。じゃあ乗ってみます。こうですね。とりあえずエンジンかけてみますかね。でまずニュートラルであることを確認します。パタパタですね、パタパタ。これもニュートラル、これも落ちてるという状態で、クラッチを踏みますね。あ、そうだ、これこのハンドル重手ですよ。重くてしまうんです。こうThank you.